戦オールの上がり、三崎さん来てますね。ドリブンズ来てますね。麻雀シンギュラリティ、今シーズン M リーグに加入してきた渡辺太がこのドリブンズの危機を救うのか。いや、前評判以上の活躍を見せています。この男頼りになるね。なりますね、はい、いや、セミファイナルも本当にこのね、ファイトクラブに引導を渡すね、上がりを決めたのがこの太でした。いや、ここでもお仕事か。今やっぱり園田のこの3着で結構士気が下がっちゃってるというか、チーム暗くなってると思うんですよね。うん、ここで太子の突破大きいですよ。あんなチーム暗くならないですからね、なかなかね、はい、そうですね。さあどうだ、はい、まあ、ドリブンズがもしかしたら、まあ、来年もか、はい、ドリブンズはね、第1回目の優勝チームですけど、かなりね、逆風も経験してますからね。はい、そうですね、はい、いやー、本当にドリブンズは第1回 の、 あの記念すべき、チャンピオンチームであるんですが、その後かなり苦戦してるんですよね。まあ、チーム数がね、7チームだったり8チームだったり9チームだったりするんですけど、まあ、順位だけで言うと7、優勝直後が7位で、翌年ファイナル残って4位、その後7位なんですよ。で今回と、あの、非常にこうレギュラーシーズンを下位で負けるか、ファイナルまで残るか、うん、で回で終わってることが過去3回ありましたから、はい、ただね、随分逆風吹いてる中でもあのチームだけは常に明るかったですからね。そうですね、すごいよね、あれもまたね、うん、さあ、太子、そのドリブンズに加わったニューパワーです。水原天杯、よどみなくリーチの宣言、数分トイチ落としのリーチ、ちょっと怖さもあるか。スッチーソのピンフです。前順のね、スーピン切りが良かったですよね、はい、うん、マンズを切ってしまうような選択もあったわけですもんね。ありましたね。またスーピンを1枚外しておいてっていうのが、まあ普通多い方、打ち方ですからね。あの時の統一のスーピンって1個切って1個捨てないみたいな選択できますもんね。そうですね、はい、ヤンゾーはね、浮かしてもあんまり価値あると思えないですけど、スーピンは浮かしてもね、はい、価値ありますからね。さあ、水原のスッチーソーですが、いずれも2枚ずつの残り4枚でしょうか。まあ、ただ頼りになるって言えばこの女性海賊もね、はい、もう頼りの塊みたいな、頼りの塊です。しかもかっこ毎年みたいな毎年勝ってますから、この人本当に、ね、ちょっと信じられないレギュラーシーズンの成績を叩き出しているこの水原です。水原は思い返せば、うん、まあ、今年ももちろん、レギュラーシーズン、378ポイントまず稼いでるっていうのもあるんですけど、去年270、その前440MVP です、ね、はい、で個人成績 MVP の1位、そして昨年が3位と、もうちょっと普通じゃないですよね。ね、うん、まあ、毎年なんかね、レギュラーシーズンは伊達さんと二人でバッチンバッチンやってるイメージですよね。そうなんです、伊達と水原の名前いつも上にありますから ね、はい、しかも結構直対やるんですよね。そうです。で二人めちゃくちゃ仲いいんですよ、ね、はい。さあ、ふとし、うん、粘っていましたが、ここでターツを壊す結果になります。9ピンも通りそうですが、周りに9ピンの方がまだマシっていうことなのか。好きそう、あ、まあ、そんなにいっぱいじゃないですか。残り3枚ですか。あ、1枚減りましたか。まあ、ただね、はい、それほど打点のあるリーチじゃないので、ええ、なんかまっすぐ来てる感じの人がいないとだいぶ気楽ですよね。うん、あ、ちょっとなんかみんな受けてるなみたいなムードを感じるってことですかね、リーチしてる水原自身も。だから下手に堀さんが伸びちゃうと危ないよね、ドラドラで今。あ、本当ですね、リアンチャンピンになった分ね、リアンピンで一旦回りましたというか迂回してますけど、リアン面がシンプルに伸びてくるとちょっと怖いなという手ですね。もう粘ってますもんね、やっぱり。そうね、はい、マックスでピンク3色ドロドロまでありますもんね。ここは
手形地的にも打点的にもまだね、まあ、順目ですか、もし諦めをするというんであれば。うん、まだいけますもんね、はい、球門も切りづらいんでね、もうそろそろ折りも視野に入るとは思うんですが、さあ勝又赤馬を引き入れてきました。リャンシャンってこちらもまだギリギリ粘ってるなという印象。イーソーが通ります。まだ3走も通った。勝又、ね、が粘れますよ。これは9万も通ってない、シーソーも通ってない、トンも通ってない。これは厳しいですね。セットで落とすところはないかな、まあ、強いて言えばローピンチーピンですか。そうですね、確かにローピンチーピンですね。順目が早ければ、ね、あ、ロビンチピンか、あ、パーソ切って、うん、順目が早ければね、えいやって9万一発いっとくのもあるんでしょうけどね、はい、3段目になっちゃうとね、トンワドラ、イーシャンテン粘ってますね。9万があんこになって転廃するケースは、あ、堀に2枚あるのでない。3走があんこになると数走飛び出ますが3走もないってことは、ね、勝又は転廃した時はもう3走が出るパターンになりますね。見物ですからね、はい、うん、スチマリアンウソビハインドを背負っている、きたー、リーチか、リーチ、スチーマンです。チーマンゼロ、スーマンが1個だけ、スーマン1個ですね。そうね、ただスッチーソーまだありますよね。スーソー1枚、チーソー2枚、3対1、枚数は水原が圧倒している。勝又この難しい針穴通すか、よく追いついた、一発やん。そう、3106100、はい、ちょっと信じらんないですね、これ。この軍師はどうなってるんですかね。よく追いつきましたね、でもね。よく追いついて追い越しましたよ。決して無理はしてなかったんですよ。やっぱりこうパイの着方に助けられてた部分も大いにあると思うんですけど、まあ、やっぱりいきなり崩してないのも。やっぱりあのそのね、はい、パイの着方に恵まれた時にちゃんと押し返せるようには崩しましたよね。そうですね。ここまでの手順がお見事だったか、勝又痛恨の8000宝珠すぐに取り返して戦線復帰。